今日はですね、はい、スバル望遠鏡の FMOS で観測した130億光年彼方での一般相対性理論の検証という、まあ、記事があったのでこれを説明します。はい、でこれは天文月報のですね2017年2月号のスバル望遠鏡を用いた130億光年彼方での一般相対性理論の検証、ね、東京大学のカブリ数物連携宇宙研究機構のね奥村哲平研究員の記事によるものです。2012年の4月から2014年の7月の間に35番かけて、スバル望遠鏡のね FMOS これのファイバー多天体分光器ですね、これを使用して合計20平方度ですね、はい、それで 33,547 個の銀河の分光を行いました。で一応ファーストサウンドですね、という計画のこの成果ですね、はい、でポイントは宇宙の加速膨張の謎に迫るためスバル望遠鏡を用いて遠方宇宙、ね、130億光年これは共同距離っていうので言ってるので130億年前の宇宙を見てるわけじゃないんです。約90億年前の宇宙に対応してます。ここにある約3000個の銀河の距離を測定して立体地図を作成したってことですね。で銀河の運動を詳しく調べることで宇宙の大規模構造が形成される速度をこのような遠方ですね、遠方というのは過去のことなんですよね、はい、この遠方の宇宙において世界で初めて測定して一般相対性理論が重力理論として正しいかを検証したってことですね。で得られた測定結果は一般相対性理論の予言値と一致していたってことです。で宇宙の加速膨張はアインシュタインが導入した宇宙常数によって、説明できるとする説をさらに支持する結果となったということで、こういう絵が描いてあって、これは中にポツポツポツっとずっと点があるのがこれが星ですね。でこれ一つ一つのこういう抜き出して書いてあるのがまたこう大きくで、ここに赤方変異が書いてあるんですね。で赤方変異っていうのはこの距離とね結びついておりますので、はい、だからここは120億光年130億光年140億光年とね、これ145億光年ですね、この端までがね、はい、ですねこれは図1なんですけどね、これはファーストサウンドによって得られた宇宙誕生後47億年の時代の宇宙大規模構造ですね。で天球面上で 2.5 度から3度ですね、2.5×3 度、地球からの共同距離で120から145億光年、ね、航路距離、航行距離とも言いますが、これで80から96億光年の領域が表示されています。で、この銀河に色をつけてありますけどね、この色は星の形成ですね、年間あたりですね、いくつかのいくつ太陽質量分の星が新たに生成されているかというのを示しています。ね、でまた銀河の数密度に対して背景を青く色付けしていますって、もしダークマターが見えればこのように見えるでしょうということですね。それが上にこうね5つ書いてあるのはね5つの銀河の画像と赤方変異がこう書いてあります、はい、それからこっちの方はですね赤方変異で Z イコールでこの0からずっと書いてあって、この 1.6 まで書いてね、でこれを距離に直したやつが上に書いてあって、0から27億光年、51億光年でずっとね148億光年でファースト こっち側が今まで測定された分ですね。で今回測定したのがファーストサウンドでやったやつがこの赤で示した分です。それで宇宙背景放射から出したやつがこの緑の線ですね、はい、ということで一応この、ね、一致しているということを出したわけですね、はい、
で宇宙はあのビッグバンで誕生して以来、ね、膨張をあの続けてます。であの単純な理論予想ではその膨張は減速していくはずなんですが、近年の詳細な宇宙の観測から逆に加速膨張していることが分かっています。その原因は謎に包まれていて、ダークエネルギーと呼ばれる謎のエネルギーが宇宙を満たしているか、あるいは宇宙論が基礎に仮定している一般相対性理論が、ね、破綻しているのかという2つの可能性が考えられて、精力的に研究が続けられています。一般相対性理論は約100年前にアインシュタインによって、確立した重力の理論です。太陽系以下のスケールでは高い精度で実験的に、検証されていますが、ね、100億光年を超えるような宇宙論的なスケールでも成り立つかどうかは分かりません。でそこで宇宙論的なスケールで重力が一般相対性理論に従っているかどうかの検証が必要となります。そのために最も有力な観測の一つは銀河のサーベイ観測によって多数の銀河までの距離を測定して宇宙における銀河の3次元分布、いわゆる宇宙大規模構造を調べることですね。で宇宙の大規模構造に沿って個々の銀河どのくらいの速度で運動しているかを調べると大規模構造の成長速度が分かります。この速度が一般相対性理論の予想と合っているかどうかを調べることで一般相対性理論の検証ができます。しかしこれまで の大規模構造成長速度のソフトウェアですね、赤方変異の値が1ですね。それでこれをあの距離に共同距離に直すと約100億光年までの、ね、比較的近い近傍の宇宙に限られてきました。でファーストサウンドはハワイのマウナケア山のスバル望遠鏡に京都大学とオックスフォード大学が主導して開発した FMOS という分光器を取り付けて赤方変異の値が 1.2 から 1.5、 すなわち共同距離で124億光年から147億光年の宇宙における銀河までの距離を測定する銀河サーベイです。で2014年から2014年にかけて観測が行われ、去年ですね、約3000個もの銀河からなる宇宙の3次元大規模構造マップが完成したということですね。これがさっきの随時ですね。で奥村研究員らはその中の個々の銀河の運動を調べて大規模構造の、成長速度の測定に成功しました。その測定値を一般相対性理論の予想値と比較したところ測定誤差の範囲で一致していることが分かりましたというのがこの図にですね、はい、でアインシュタインはかつて自らが信じる静止した宇宙を可能にするため一般相対性理論の基礎方程式であるアインシュタイン方程式に宇宙常数と呼ばれるものを追加しました。後にハッブルによって宇宙の膨張が発見され宇宙常数の導入を生涯最大の過ちとして撤回したことは有名です。しかし現在の加速する宇宙膨張は一般相対性理論にこの宇宙常数を加えることで説明することができることが知られています。今回の観測結果はこの宇宙モデルにさらなる指示を与えるものです。しかし宇宙上数の物理的な起源は依然として謎に包まれています。本研究の中心となった奥村哲平特任研究員は成果について、宇宙の3次元マップを作るための本格的な銀河サーベイを日本が主導して行ったのは初めてのことで、それによって一般相対性理論誕生から100年という節目に史上最遠方の一般相対論の検証結果を発表できて感慨無量ですと述べています。それから宇宙の3次元地図ですね、 3D 地図を作るにあたって、まあ、星を見てですね上下左右っていうのは簡単に位置が決められるんですが、ね、前後視線方向の距離を決めるのは非常に難しいんです。つまりこの宇宙はビッグバン以来膨張し続けているので遠い宇宙距離の星を見ることは昔の光を見ているということになります。で宇宙の大きさは宇宙ができて38万年後の、ね、3000ケルビン3000度ですね、宇宙背景放射から現在その時から 2.7 ケルビンまで温度が下がってます。この間に約1100倍に膨張して138億年前に光を発した領域は今の距離ではね、共同距離なんですけどね、458億光年にあるということになってるんですね、はい、で宇宙背景放射の光が発せられた時地球の位置から4100万光年、ね、近いところにあったということなんで この、ね、光がですね、
だからこの 3D 地図の、ね、距離は宇宙膨張による赤方変異をもとに、ね、ある赤方変異に観測される天体が現在どれくらい離れた距離にあるかを基準として定義した共同距離や、それから赤方度変異ですね、この Z の値そのものを使うことが多いようですね。で、固有距離っていうのは、空間上に固定された任意の距離を空間の伸縮と関係なく一定のサイズを保つ物差しで測った距離で、我々の日常的に用いて使用している距離の概念と同じものです。で、共同距離っていうのは現在の時点では固有距離と一致してるんですが、宇宙空間の伸縮に比例する物差しで測るんですね、共同距離はね。それでだから宇宙空間に固定された2点間の距離は空間の伸縮に限らず常に一定だということですね、というのが共同距離です。あと光がかかった時間に光速をかけた光合距離とか光路距離ですね。でこれは光が138億年かけて到達した距離を138億光年するもので、一般の人はなんかこの概念が思っている人は多いようですね。で現在136億光年のところにある銀河は約90億年前のものです。これは Z は 1.4 ですね、そこで遠距離の銀河までの距離を測定する方法の一つに、その銀河の赤方変異ね、これ宇宙が膨張することによって遠い銀河ほど速い速度で遠ざかる、ハッブルの法則ですね、これを測定する方法があります。でスバル望遠鏡に取り付けた FM をですね、ファイバー多天体分光器ですね、これはスバル望遠鏡に取り付けられた近赤外帯 0.9 から 1.8 ミクロン の、 多天体同時分光装置で主焦点にですね、主焦点ってスバル望遠鏡、ここにね8.2 メートルの大きな鏡がついて、光がこう来るとね、ここにこう全部集まるんですね。ここが主焦点です。ここのところにですね、ファイバーがずっと、光ファイバーがここにねいっぱいくっついてるんですね、はい。それでここからここずっとこのファイバーで、これ紫の線ですかね、これでここ持ってきて、でこの哺乳分光器が置いてあるという形ですね、はい。で主焦点のところにですね、約15センチの、ね、四方にですね、約400本のファイバー先端が配置されていてですね、天体の位置を入力するとピエゾ素子がついてですね、これが伸び縮みすることで自動でファイバーの先端が10ミクロンの精度で天体の位置に向かいます。ファイバーに入力された光は2台の分光器に導かれます。ファイバー配置装置、名前がエキドナっていうんですけどね、これオーストラリアの開発によるもので、エキドナってハリモグラなんですよね、これのように見えるのでこの名がつきました、ね、直径30分角の広い視野で400もの天体を同時に分光できます。で水素のねアルファ基線の波長から、赤方変異を得て3次元銀河地図を作成することができます、ということで、これがねハリモグラみたいにこうね飛び出てるので見えます、ね、これは最初に撮った図1の横から見たいですね、はい。で、ハリモグラのこの一つ一つの動きのやつはこういうふうに出てるわけですね、はい。これがまあ写真なんですが、で図で描くとこういうふうになっててですね、ここにボールがあって、ここにこうくっついてるんですね。でこのピエゾアクチュエーターってここに書いてありますね、はい。ピエゾ素子がこうくっついててね、まあ、これはエレクトレバーに、ここ電線ですね。でこのピエゾ素子がね、こっち縮んで、まあ、こっちが伸びるとね、それでその向きによってこっちに動いたり、またそういうのによってあっちに動いたり、こっちに、これを伸び縮みさせることによってこの先っぽがねこう動くんですね、少しね。ね、それによって星から来た一つの星から、星じゃないね、銀河から来た光をこの一つ一つが拾って、そしてそれを分光するということですね、はい。
この銀河赤方変異サーベイにより得られる銀河分布ですね、これはあの赤方変異空間におけるものなんですね、これはね。あので銀河自身の固有速度を考慮すると、その銀河分布は実空間の分布から大スケールでは視線方向に押しつぶされて、小スケールでは引き伸ばされた分布となることが知られています。で赤方変異空間歪み、ね、RSD って言いますが、で今までのサーベイでこの得られたですね、あのもっと手前の方ですね、あの Z が 0.6 から 1.2 ですね、これの約6000この、 あの銀河分布の観測データの2点相関関数からですね、銀河の構造成長率が求められているのですということですね。で赤方変異空間歪みの測定から銀河の構造成長率が求められるということで、大規模構造の銀河の成長速度が一般相対性理論で予言されるものと今回一致したということです。でこの方法はあの宇宙背景放射の情報をね、あの用いずにあの行う修正重力理論の独立的な検証方法なんですね。で他にもあのダークエネルギー の、 あの研究方法にはですね、宇宙誕生時 の、 あのバリオン揺らぎの成長したバリオン振動ですね、バリオン振動っていうのはあの宇宙がまだ小さかった時ですね、あのその物質とあの光がですね、ものすごいあの高密度であの、まあ、音波振動を、ね、起こしている時があるんですが、その時の振動の波長でできる、ね、あの物差しみたいなのができるので、それをあの測って距離を、ね、あの正しい距離を測るというやつがあります。でまたこれと同じようなんですが、もっと大規模なやつがで、ね、現在スバル望遠鏡ではさらなる大規模サーベイである、ね、あのスミレ計画というのは進行中で、あのこれはあの PFS 分光器を用いてファストサウンドと同じあの深い宇宙ですね、深宇宙をさらに深くサーベイする予定です、はい。